いかなる方法をもってしても、その辺の女子高生一人自由にならない、現実への、その失望感は正当か？ではある。最終的にはこれは全人類が感じる失望でも、実はある。誰だってそう、だ。人間の自由意志は自分がそれを求めるように不可侵。逆説的に、多く、夢を叶えている、ような人々とはそれを納得した先に、逆にその、理想がいる、状態ではあり。もちろん、それを聞き実践しても、あるのは失望だが。王の権威、それもまた実際には求められている。そんな何かだったのかもしれない。無理が通る先の、何かの免罪符のような。それさえいれば自分が同じこと？を目指すとしても、それは自身の責任ではない。もともと、それは幻想でしかなかったか、それとも。いない？世界は拡大を続けている、いる世界は消える。